にちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会波の支部です。本日は厚揚げの南蛮漬けをいたします。今回教えてくださるのは高木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして器はこちらになります。阿蘇市乙姫にあります工房花さんの作品を貸していただきました。花さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。では高木さん、今日は厚揚げの南蛮漬けです、はい、ということで、こちらにお野菜もねいっぱい並んでおりますが、はい、まあ、野菜もたくさんある、そうですね、南蛮漬けですね、はい、はい、では早速作り方を教えてください、はい、こちらの厚揚げはこうキッチンペーパーなどで油をこう吸い取った後のものですね、はいはい、そして4等分にした厚揚げをこちらのバットには片栗粉を入れてあります、はい、で片栗粉をまぶして、うん、揚げます、はいはい、この椎茸は波野の、そう、はい、そうです、はい、これ春椎茸って言うんですね、はい、春の時期にこう出てくる、うん、あ、いい香り、はい、じゃあ、お野菜を切っていきましょう、はいはい、あ、野菜は全部千切りにします。千切り、はい、とこちらが砂糖です。はい、はい、砂糖とこちらが酢です。お酢、はい、はい、いや、もうらっきょう酢を簡単にですね、らっきょう酢、はい、味がちょっともうついてるので、はい、使いました。はい、サクサクにね上がってますね。なんかお箸の音でなんか分かります、カラッとザバーっと、うん、酢の香り、いい香りが、あ、本当だ、何でしたっけ、厚揚げの南蛮漬けです。はい、早速いただきます。いただきます。はい、いただきます。はい、バナ、うん、さっぱりしてますね、美味しい、美味しいですか、うん、お魚やお肉じゃない南蛮漬け、そうですね、うん、新しいですね、その感じも、うん、なんかよかったって。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある工房花さんの器を使用しています。工房花さんでは工房から眺める阿蘇の自然をお手本に、暮らしの中で使える器を作っています。